丸く膨らんだ胴体から細長い首が伸びた瓶にカラフルな絵付けを施した江戸時代の焼き物の容器。17世紀に製作された柿右衛門での瓶。佐賀の有田焼の時期に柿右衛門のスタイルで絵付けを施した本作では、白い地に赤や青、黄色の原色と緑、そして黒で鳥や植物、岩を描いています。牡丹の赤い花は太さが変化する黒い輪郭線で花びらを表し、枝は黒い線の上に青い線を重ね、緑の葉は葉脈の周りを白く塗り残して、カワセミも羽の緑に濃淡の差を生じさせ、輪郭線も途切れる箇所があり、色も輪郭からはみ出しています。このように本作では柿右衛門での絵付けを特徴づける自由な筆の線と色使いが見どころです。